ここ、バージョン4.1で追加された、フォンテーヌ邸の北側の方、なんかこの、戦えるところ、実験用フィールド生成装置のところで、これもいいか。で、この上に上がると、この起動っていうところがあったんで、ちょっと押してみようかなと。はい。お？アンゴーズさん、ここに書かれている言葉は、傲慢な老人には見えないだろうけど、マイヤルではきっと気づくだろう。この前の展示会ではおかしなことがたくさん起きて、僕の全システム、プロトタイプは、わけもわからないままスクラップになってしまった。貴重な、不正の石片、ものとあのも、酒を手に何知より識を腹取り戻立たしようとししいたのが、は、よりによって機械ダンサーの音がカー落テンちた。コールの時にそれが起こった悠々ことまと。た。全システム、プロトタイプが花火のように爆発してしまったけど、観客はそれを演出だと勘違いして大盛り上がりだった。マイアルでもいつもよりいくらか楽しそうに笑っていた。全く実に憎たらしい。あいつが展示会の持ち場を離れることはなかったけど、全システムプロトタイプのスクラップ事故はきっとあいつと関係があるはずだ。ただ、今は証拠が見つからないだけで。でも、もはや証拠なんてどうでもいい。機械ダンサーより10倍、いや100倍は大きなクロックワークマシナリーを一から作ると決めたから。マイヤルでも見れば称賛してやまないクロックワークマシナリーを。その時が来たら旅はみいんつなかきっ終わりとを迎認えめざる。るを得ないはずだ。クロッ慌クてワーる必クマ要シはなナい。リー研究は依然として科学院の一角に座しているんだって。アンゴーズ3が今の感棚じとか。酒を手に景色を堪能しようとしたが、このカーソルを合わせたあらのこれが頃見とれはるもうと。違う。こんだ悠々けとまか。た。あそこの、あれが見れたっていうことやな。だけど、まあなんか QR コードみたいな感じなんだろうね。他のところは見れない。他のところも、これ専用みたいな感じか。まあ、こんだけだったらしいわ。てか、ああいうのがなんかちょいちょいあるんだろうね。なるほど。あ、あれやらんといけんの。あれやらんといけん。この上ちょっと何かあるかだけ見て。まだなんかあるかな。あそこなんかあるな。浮いてんな。ここはなんもないと。あそこなんか浮いてますが、なんだあれは。ちょっと、サムネ用に。なんだこれは。拾えるらしいぞこれは。謎の鉱石。いや、ほんまに謎なんだけど。何？双眼鏡炎の老石だったっけ？あんな感じのやつかな。謎の鉱石。謎の黄緑色の結晶原鉱。同じ種類の鉱石を引き寄せる特性があるようだ。これなんか、あれっぽいよね。リーユェのさ、なんか浮いてるところもなんか、わあ、パインやめあった。浮いてるところ、あんな素材のもので作られてるように見えたな。これ弓矢でやっとこうか。お。やっぱちょっと探索すると、なんか何かしらかありそうなところにちゃんとあるのがいいね。
あやべ。どう？むず。この、ここで決め打ちするのがいいよな。はい。もう一個。あれか。止まるところ、もうここで待っとくのが一番確実よな。もう下手に追うと、下手に追うより、はい。これが簡単よな。あそこなんか赤いのあるけど、あれは多分あれよね。なんか読み込んだ、あれの裏側だからってことだよね。あの赤いやつね。多分なんでもないんでしょ。こっち側にあのマークがあるから、あれ？あ、違う、これが投影してるってこと？あれがこれを投影してるってことかな？プロジェクター的な。映し出してんのかな？あ、そんな感じがするね。あ、いや、違うか。いや、違うな。別に、どうでもいいことをめちゃめちゃ確認する。映し出してるわけじゃないの？じゃあ、これは何？緊急ボタン。これは何？関係ないかな？ただの飾りかな？あ、あれか。あ、あれだわ。これ、この装置を起動したら、多分、あれがカメラみたいになってて、それの視点に切り替わるっていうことか。多分そういうことよね。あっこからの、視点ということか。はいはい。そういうことだ。場所的にそうだよな。そういうことね。オッケー、納得。ありますね。ちょっと気になる最低限のところだけやって終わりたいんだけど、ここはちょっと言っときたいな。これ、この高さでいけんのかな、まあ、そこなんかちょっとわかりやすいところから行こうか。ワープポイント開けるところからだな。ここからワープポイント開けながら行こうか。あ、これは中のあれか。あれ？これどこだ？こっちまだ開いてないから、まあ、分かりやすいとこから行った方がいいから、まあ、ここから行こう。ちょっと遠いけど。まあ行き方とかはな、まあ、大体普通に行ったら、まあ、大体たどり着けるけどな。まあ一回、まあ念のため分けていこうか。